サリュー、アンニョンハセヨ、ニーハオ、グッテンタク、オラ。世界の皆さんこんにちは。ドラゴンボール Z 独占バトル海外版プロデューサーのことです。本日は現在開催中の全世界同時キャンペーンの最新情報をお伝えしたく、独占ナウスペシャルをお届けいたします。また今回全世界同時のキャンペーンということで、ドラゴンボール Z 独占バトルメインプロデューサーのお松と一緒に最新情報をお伝えさせていただければと思っております。皆さんこんにちは。ドラゴンボール Z 独占バトルメインプロデューサーのお松です。本日はことと一緒に情報を盛りだくさんでお届けできればと思いますので、よろしくお願いします。最後にはですね、皆さんに重大発表がございますので、ぜひ最後までご覧ください。それでは、気になるキャンペーンの情報の前にですね、今回の独占ナウスペシャルのミッションをお伝えします。こちらはことお願いしてもいいですか。はい、今回の独占ナウスペシャルでは各言語の配信の最大同時接続者数2万人を達成すると龍石をプレゼントいたします。龍石はミッション達成が確認でき次第配布いたします。それではキャンペーン情報に移らさせていただきます。はい、それではまず、現在開催中のキャンペーン情報をおさらいできればと思います。はい、今回のキャンペーンテーマはこちら、つなぐになります。カウントダウン期間は究極のレッドゾーンにて、孫悟飯から託されトランクスが守り抜いた世界を体験していただけたかと思いますが、これから開催する、今回のキャンペーンではドラゴンボール Z からドラゴンボールスーパーにおけるトランクスがいた世界の未来にフォーカスしていきます。このトランクスがいた世界の未来では、残酷な状況でも生きることで思いをつなぐ、弱くても助け合い思いをつないで戦うなど、各々の意思思いをつないでいくという点が魅力の一つであると思います。そのため今回のキャンペーンでもモチーフとして未来編カテゴリーを中心として強敵に立ち向かえるイベントを多数準備させていただきました。各イベントの紹介はいつも通りことお願いいたします。わかりました。まずはこちら、物語イベント超戦士メモリアル希望の戦士トランクスです。このイベントではドラゴンボール Z からドラゴンボールスーパーにおけるトランクスの様々な戦いを追体験できます。ドラゴンボール Z の人造人間17号18号セルとの戦いや、ドラゴンボールスーパーの悟空ブラックやザマスとの戦いを振り返りながら遊べるイベントとなっておりますので、ぜひ楽しんでくださいね。またこのイベントでは未来編の世界戦での主人公ともいえるトランクス青年期を仲間にすることができます。続きまして、すでにゲーム内に実装済みの物語イベント、ドラゴンボールスーパー未来トランクス編に合体ザマスとのバトルを描かれたステージが加わります。こちらのステージ追加に合わせて本物語イベントで独占覚醒できる怒りの超パワースーパーサイヤ人トランクス未来が追加でさらに独占覚醒できるようになります。こちらもぜひ育成してみてくださいね。続いてのイベントです。現在開催中の高難易度イベント、究極のレッドゾーン絶望の未来編に新ステージが追加されます。今回のモチーフである未来に合わせ、悟空ブラックなどのこれまでトランクスが戦ってきた強敵が登場いたします。ぜひ挑戦してみてくださいね。また今回新たに追加された高難易度イベント、神の怒りと人間の意志もご紹介いたします。こちらのチャレンジイベントではドラゴンボールスーパーの未来トランクス編の戦いを体感することができます。こちらはレッドゾーンとは異なり、序盤は難易度が優しめで、ステージを経るごとに徐々に難易度が上がっていくイベントとなっております。まだあんまり高難易度イベントに挑んだことがない皆様も挑戦しやすい設計にしておりますので、この機会にぜひ遊んでいただければと思います。次はこちら、龍石が大量に獲得できるイベント、希望の光を求めてのご紹介です。こちらはドラゴンボール Z のトランクスが孫悟空に病気を治す薬を渡すシーンをテーマにした回数制限イベントで、1回の挑戦につき龍石が3個手に入ります。それだけではなく、キャンペーンが第2弾第3弾と進むにつれて、1回の挑戦につき獲得可能な龍石の量が4個5個と増えていき、最大で160個以上の龍石が手に入りますよ。
こちらは毎日1回挑戦することができますので、皆さん忘れずにプレイしてくださいね。次にカテゴリ専用スキル玉が獲得できるイベント、悲劇を盾未来戦士の超修行をご紹介いたします。こちらはドラゴンボール Z 絶望への反抗、残された挑戦士ゴハンとトランクスのトランクスと孫悟飯の修行のシーンをテーマにした1週間に1回挑戦可能な回数イベントです。報酬として未来編カテゴリの EX スキル玉を獲得することができます。 EX スキル玉を活用して未来編カテゴリのキャラクターを強化してみてください。続いてリンクスキルレベル上げイベント、善と悪の行く末です。こちらは7日間で3回挑戦可能なキャラクターのリンクスキルレベルが上げやすいイベントになっております。今回ステージが2つ用意されており、ステージ1では全てのキャラクターが挑めて、ステージ2では未来編カテゴリのキャラクターのみ挑戦可能なステージになっております。両ステージとも7日間で3回挑戦可能になっておりますので、この機会にぜひキャラクターのリンクスキルレベルを上げてみてくださいね。今ご紹介したイベントはいずれも開催中です。大型キャンペーンならではの豪華なイベントとなっておりますので、ぜひ遊んでみてくださいね。続きまして、今回のキャンペーン第1弾で新たに極限 Z 覚醒するキャラクターを一挙公開させていただきます。こちらになります。はい、今回は未来編のキャラクターを中心に極限 Z 覚醒できるようになります。詳細の性能や登場タイミングは追って公式 SNS で発表させていただきますので、お待ちいただけますと幸いです。それでは皆様お待ちかねの新登場キャラクターのご紹介です。今回のキャンペーン第1弾で開催されるダブルドッカンフェスで登場する新キャラクターは、すでに事前動画でご紹介した通り、スーパーサイヤ人ゴッドスーパーサイヤ人孫悟空&スーパーサイヤ人ゴッドスーパーサイヤ人ベジータと合体ザマスです。キャラクターの性能紹介に入る前に、各演出動画をお持ちいたしましたので、そちらから紹介いたします。まずは全身全霊をかけた決戦、スーパーサイヤ人ゴッドスーパーサイヤ人孫悟空&スーパーサイヤ人ゴッドスーパーサイヤ人ベジータの演出からです。こちらをご覧ください。サイヤ人に限界などない！ああ、フルパワーだ！ベジータ、くそ、1時間耐えてやる。俺はベジータとカカロットの合体、ベジットだ。そしてこれがベジットブルー。ホタラで合体してベジットになる演出、いかがでしょうか。原作アニメのシーンに負けないぐらいかっこよく仕上げさせていただきました。そして合体後のスーパーサイヤ人ゴッドスーパーサイヤ人ベジットの演出もお持ちしております。ベジットの超必殺技はドッカンバトルオリジナル演出となっております。それではどうぞ。俺のスピードにはついてこられないか。
原作アニメの名シーンも、ドッカンバトルでしか見られない演出も、どちらも楽しめるキャラクターになっておりますので、ぜひ仲間にしてくださいね。続いては無限の聖域合体ザマスです。こちらをどうぞ。神が行えば善となることも、人が行えばこれみな悪となり、罪となるのだ。合体ザマスが自身の思いを述べる原作アニメのシーンを今回登場時演出とさせていただきました。また必殺技の演出もかっこよく表現できるよう、細部までこだわって制作いたしました。皆さんに喜んでいただけますと幸いです。最後はこちら、ドッカンバトル初登場キャラクター無限ザマスになります。どうぞ。原作アニメのシーンさながらのザマスの強さを意識して制作させていただきました。ぜひ仲間にしてみてくださいね。それでは皆さんお待ちかねの各キャラクターの性能を発表いたします。まずはこちら、全身全霊をかけた決戦、スーパーサイヤ人ゴッドスーパーサイヤ人孫悟空&スーパーサイヤ人ゴッドスーパーサイヤ人ベジータ、並びに全身全霊をかけた決戦スーパーサイヤ人ゴッドスーパーサイヤ人ベジットからです。性能についてはこちらのスライドをご覧ください。続いてこちら、無限の聖域合体ザマス並びに無限の聖域無限ザマスです。性能はこのようになっております。今回合体ザマスが持つフィールドという新しい機能についてご説明させていただければと思います。が、
その前にですね、どういった機能か皆さんがイメージしやすいように、今回はこちらのスタジオを使って、フィールドの演出を再現できればと思います。こちらです。おお、このようにですね、キャラクターがアクティブスキルなどで、フィールド対象のスキルをですね、発動しますと、バトル時の背景がこのような形で変わっていきます。スタジオで見ると圧巻ですね。はい、そうですね、今回は後ろにたくさんザマスが出ているというような、背景になっております。はい、このですね、こちらに映し出された背景が実際に、合体ザマスがスキルを発動した時の今回フィールドになっております。このですね、フィールドの特徴としては、発動することで敵味方問わず、今回ステータスに影響が生じるものと、なっております。今回ですね、新登場するこの無限ザマスのフィールド状態中は、長兄の敵と味方両方の受けるダメージが 30% アップする効果を持っております。長兄の強敵に挑む際、合体ザマスを編成した上で極刑でチームを作ると有利な状況を作りやすくなりますね。はい、ぜひフィールドを意識したチーム編成を試してみてください。性能紹介は以上になります。ここまでキャンペーンで新登場するキャラクターを紹介させていただきましたが、今回この2体が登場するダブルドッカンフェスでは未来編にちなんだ特別なガシャ演出を用意させていただきました。演出を一部ご紹介できればと思いますので、こちらをご覧ください。でしたか？今回ご紹介したもの以外にも演出はたくさんございますので、実際に弾いてみて楽しんでいただけたらと思います。こちらの演出が見られるダブルドッカンフェスは、間もなく開催予定しておりますので、お楽しみに。次の情報はこちら。対象の超激戦イベントに全世界同時キャンペーン期間限定でミッションが追加されます。こちらのミッションをクリアすることで、今回のガシャから仲間にできるキャラクターの覚醒メダルが通常よりも多く入手できるようになっております。新しいキャラクターを仲間にした後、すぐにドッカン覚醒して遊べるようにご用意させていただきました。ダブルドッカンフェスを引いた後は、皆さんぜひこちらのミッションに挑んでみてください。そろそろドッカンナウスペシャルも終盤に差し掛かってきました。最後にですね、冒頭でお伝えした通り重大発表がございます。この度、ドッカンバトルの日本版と海外版の運営スケジュールを統合することが決定いたしました。はい、今まではですね、日本版と海外版で異なるスケジュールで、キャラクターの実装や、イベントを開催してきましたが、このスケジュールを統合することで、全世界の皆さんが同じタイミングで同じキャンペーンやイベントを遊べるようにしたいと思います。海外版をプレイしてくれている皆さんからスケジュールの統合を待ち望んでいる声をいただいておりましたので、今回こうして皆さんにご報告ができ、本当に嬉しいです。具体的な時期などはまだお伝えできませんが、詳細は随時お伝えしていきたいと思います。皆さんの応援のおかげで今回の発表ができ、大変嬉しく思います。これからもですね、ドッカンバトルが進化し続けられるよう、運営一同頑張っていきます。またこの運営統合の決定に合わせて、今後の動画での情報発信はメインプロデューサーのお松からさせていただきます。はい、全世界の皆さんにしっかり情報をお伝えできるように頑張りますので、改めましてよろしくお願いいたします。本日の情報は以上になります。全世界同時キャンペーンでは今日ご紹介できていない施策もたくさん用意しております。これからぜひ遊んでいただけると嬉しいです。アプリの最新情報は公式 Twitter、Instagram、Facebook で随時発信中ですので、皆さんフォローをお忘れなく。それでは今回の動画はこちらで以上となります。バイバーイ。バイバーイ。